抱っこもできたということで、次、爪切りをしていきます。まあもう噛んでこなくなっちゃってるんで、あの僕に対してなんですけど、噛んでこなくなってるんで口を当ててきます。いっぱい口当てられてますね。爪切りじゃなしに、爪切りの苦手なこの爪の切り方っていうのを勉強します。で、カモ犬も一緒です。カモ犬は口をつけるから、口をつけて やられたらいいと思います。はい、それではやっていきますね。まずちょっと爪切り出してますね。爪切りですね。爪切りと止血剤用意してます。はい、爪切りと最からっていうか、爪切る前もう一遍認識させますけど、まずね認識させてみますね。そしたら、なぜ抱き上げがさっきやらなきゃいけなかったっていうと、抱き上げてね、膝の上に乗すんですよ。でまず抱き上げますね。でよいしょ、これお願いします。返した時に静止さす方法っていうのがお腹ですね、うん、お腹に指立てて、これ牙代わりに僕指使ってるんですが、犬の急所ですね。それに牙を当てられるいうことは、もうお前動いたら仕留めにかかるぞっていうことで動けなくなりますね。でこれでちょっと落ち着いてくれるのを待ちますね。でまず どのぐらい落ち着かすかっていうと、まずねどちらかの指の、ね、ダメ、電話になっちゃいましたね。ちょっと切ろうか。
で、まず安定してきたら爪切りですね。蚊がね、噛まれちゃってる。で、まずまた爪切りを認識させていきますね。待ちます。で、まず爪切りを爪のところに持っていかないと感じさせないように、で、なんとなく なんともなくなったからですね、作用が。それと同時に肉球ですよね。肉球ちょっと触られるのが嫌ですね。肉球が触れなきゃダメですね。よいしょ。肉球を回よよ、ね、爪切りより肉球の触られるのが嫌。まずこれができなきゃ切れないんでね。で、手で押さえて切っていくんで、両手が離れな切ればダメですからね。その状態に慣れるまで、ここでリラックスできるようにね、膝の上でね、その状態まで待ってやるって言うんです。まだ首にすごい力がこう入ってるんで、このままで手をどけちゃうとまた起き上がっちゃうんでね。だからこのリラックスできるのを待って。それで爪切りですね。でも先ほど爪切りは認識させてるんで、で肉球も触られるのに大丈夫なんで、これで切っていくんですね。でまずここが重要で、いっぺんに切らない。いっぺんに切るとすごい振動が伝わります、手にね。それでもう嫌ってなるんで、まず先ちょだけチョキンってこれ切っちゃいます。よく切れる爪切りでしてください。先ちょ切りました。でまた先ちょだけ、ほんと先っちょ切りましたね。でまたここも先っちょ切りました。で全然痛くない、ただ触られてるだけっていうので、まず安全を伝えていきますね。安全安心をね。でこっちもね、待ってあげますね。力入ってるからね、待ってあげますね。で切れましたね。切れましたね。先っちょだけね。ほんと先っちょ。経験なんでね、あとはね。
はい、切っちゃう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 、また緊張します。これ抹茶です。これ手に力入ってる時は絶対無理にやらない。これでもういやいやモードに変身してますから。でまた手の力が緩んできた、緩んできた、緩んで緩みましたね。そしたら次ローソね、切りましたね。またやっぱり切った振動でね嫌がります。こういう風に切っていきます。はじめ先だけ経験ね、経験。ほんでこれで大丈夫っていう経験を積んでから、また来ましたね。これはもうほっとく、ほっとくと落ち着くまで待つです。また緩んできますね、これね。でリラックスした時にチョンですね、チョン。まだ大丈夫、またチョンです。でまたこれでまた待ってやる、もう落ち着きます。でまた行きますね。はい、まで行きましたね。これでどんどん切っていってやる。もうだいぶ切れましたね。で一度にやってあげない、一度にやってやるともう爪切り、次爪切り持った時にあのいやいやモードに入っちゃうんでね。でまたこれ切りますね。切りましたね。一度に欲張っちゃうと絶対嫌が、いやいやになります、爪切りがね。でも見てても平気ですね、平気です。あの痛くない、危害を加えられない、安全っていうのが伝わればもう全然爪切りなんかできちゃいます。で今度後ろ足ね、後ろ足触って大丈夫、後ろ足反対向けるといいんですが、これで見えない、後ろ足そんなあるか、そんなあれやね。チョキンってね切れますね。さっき嫌がってたのが全然嫌がらなくなったでしょ。これ安心、初めは怖いんですよ。人間でもあの初めてやられる時って怖いじゃないですか。だからまず安全っていうことを伝えてやって、何もあの全然痛くもないっていうことを伝えてやったらもうあと安定するんでね。あの痛い経験させちゃうと次やりにくいですからね。でどんどん切れるとこ切っちゃいますね、これね。もうめちゃくちゃ楽でしょ。初めの抵抗してるとこ見たら、もうめちゃくちゃ楽、思いのままになっちゃいますね、これね。こうやって切っていっちゃいますね。大丈夫。で、助動障害持ってるんで、あの、すごい興奮が早いです、この子ね。だからそこら気をつけてやっていかないと、痛いかーってなっちゃうんでね。その時危ないんでね、顔近いんでね。それだけは気をつけてやって、切っていける。もう全然リラックスしてますね。ローソ。ローソ、この、こっちのローソだけ黒い。変わってやっちゃな、お前。睨むな。睨むな。目を合わさない。語りかけない。僕喋ってますけど、これはもう徹底的にやってください。出ないと危ないですよ。で、落ち着いて自分が絶対リラックスしとくことですね。そしたらあの犬は安定してきたらもう乱れません。で切っていっちゃえば、めっちゃ賢い子になったでしょ。めっちゃ賢い、扱いやすい子になっちゃいましたね。落ち着いてね、急がない、絶対急がない、その爪切りだけはね。お前後ろシャッシャーするから、シャッシャーするから大丈夫や。ってことで、で離すときにパッと離さない、リラックスさせてね、そーっとね。はい、どうぞ。はい、はい、あちこい。ってことで、爪切りの動画でした。ありがとうございました。